皆さんこんにちは、レバレジズ公式チャンネルの飯野です。今回のテーマは地方勤務ってどうなの、実際のところ聞いてみた。地方勤務といいますと暮らしや業務の変化がありまして、不安なイメージを持つ方もいるのかななんて思います。実際のところどうなのか、そこですね、レバレジズの地方支店で勤務経験のあるメンバーに聞いていきたいと思います。人事本部の新卒採用グループの内田と申します。本日はよろしくお願いします。一応キャリア的にはですね、2年半ぐらい清掃した後に人事ってキャリアになってまして、一応セールスの時ですね、埼玉と名古屋って3支店で勤務をしたものになります。レバテック人事の太田塚と申します。で私はですね、大阪支店で1年間 で横浜支店で1年間支店での勤務をしています。メディカルエンジニア事業部の青木と申します。僕もキャリアの大半ですね、支店の方で仕事をしてきておりまして、1年目が大阪支店に配属をされた後に、2年目から2年間広島支店で勤務をして、でその後大阪に前に戻って5年目で東京に上京してくるというキャリアでございました。皆さん3人だけで何支店あるんだろうみたいな感じでしたけど、そんな地方勤務で経験したことについてお話を今日はいろいろ伺っていきたいと思います。そもそもレバレジズの転勤制度どんな仕組みになっているのか知りたいなと思うんですけれども、塚さんご存知ですか？はい、ですね、私自身は会社からの推薦で行ったんですけど、自らの希望して出向するという制度もうちにはあります。辰川さんは入社1年目に大阪支店で、2年目に横浜支店での勤務を経験されたということなんですが、それぞれどういった業務を経験されていたんでしょうか？はい、大阪ではですね、市営業務と RA 業務の両手営業をして、で加えてインターン生の教育等を担当してまして、で横浜の時は私立ち上げで移動したので、そもそもこの支店をどうやって大きくするかとか、どういうふうにこのお客さんを集客するかとか、この求人を開拓するかとか、そのあたりの支店作りも一緒にやっていたような感じになります。立ち上げを2年目でもじゃ経験されてるっていうことなんですね。続いて内田さんなんですが、3つの支店での勤務を経験されたということなんですが、どんな業務を行ってたんですか？はい、僕も1点目埼玉支店に配属をされたんですけれども、そこでは、支援業務と RA 業務ですね、介護犬の領域のセールスとして、企業さんに営業したりとか、2年目になるタイミングですと一応水戸に支店長という形でアサインをしていただきまして、辰川さんと同じく支店を作っていくみたいなところとか、どうやってこう事業を大きくしていくかみたいなところで、プラスアルファで言うと何ですかね、メンバーの営業管理だったりとか、チームの OKR 策定したりとかっていうところで、こうしてどうやって大きくしていくかみたいなところをメインでやってました。で一応2年目の後半から名古屋にも移動したんですけど、そこはわりかしこう何ですかね、より規模の大きいチーム、予算の大きいチームをなんかどうやって事業として大きくしていくかみたいなところのお仕事をしていたような感じになります。もう言うことがないぐらい2人と同じことをやってました。青木さんは大阪支店2度経験されていると思うんですけど、はい、1回目と2回目でどういう違いがあるんですか？はい、1回目はもう新卒の時に、自分が配属をされたので、いわゆるそのセールスみたいなお仕事をやってまして、で4年目に前戻った時は一応、マネージャーというポジションで、役割を与えていただいて、そこに着任をしたので、どちらかというとこう管理系のこうお仕事が中心だったかなと思っております。で特にこう印象深かったなと思っているのは、やっぱりこう1年目自分がメンバーで働いていた時の先輩だったりとか、あとは同僚みたいなところが4年目に戻った時にも、そこでこうリーダーをされていたりとか、他の事業部で活躍をされていたりみたいなことがあったので、そういう意味ではなんかこうフルスにこう戻るじゃないですけど、なんかすごくこう自分の中でのこうホームタウンという感じだったかなと思っております。続いて聞いていきたいのはですね、ズバリ支店と本社の違いというところになります。複数の支店での勤務経験がある皆さんが思う本社と支店の違い、どんなところでしょうか？内田さんからお願いいたします。なんか一つ僕が大きいなと思うのは何ですかね、事業とか、組織に対する意思決定の質と量かなと思っていて、どうしてもこう経験したことない意思決定だったりとか、事業どうしていくかって意思決定を自分でしなきゃいけないっていうところが一定あったりするのかなと思っていて、なんかなんでこうよりこう事業と なんか組織に対して当事者意識もしながらですね、なんかどうやってこう自分たちって大きくなっていけばいいんだっけみたいなところを考えることはすごく多くなってきますし、その辺はこう違いになってくるんじゃないかなと思ってます。支店と本社の違いで、一番僕が感じたのはなんかアットホームさみたいなものですかね。なんかあくまでもそれは主観なんですけど、一応その本社が別にアットホームじゃないとかじゃなくて、やっぱり支店はこうより密にこう濃いモードで関わっていくことがすごく多かったりとかするので、やっぱり休日も含めてメンバーと交流したりとか、事業部同士であったりとか、事業をこうまたいで
何かをやっているっていうことがすごく多かったかなと思っているので、営業の方だとその地域に合わせた戦略を練ったりとか、その地域を知っていかなきゃいけないっていうこともあるのかななんて思うので、よりコミュニケーションが必要になってきそうですよね。皆さんそれぞれいろんな視点経験されていると思うんですけど、その視点の特徴というか視点らしさみたいなところを知りたいなと思うんですが、この場合広島がすごく印象深かったんですけど、はい、広島カープ、はいはい、本当にすごくみんな好きだなっていうことを感じまして、はいはい、飲み屋街があったりとかするんですけど、そこに歩いている人の体感値6割は広島カープのユニフォームを着ているんですよね。ばっかりですね、街の中。そうなんですよ。もうなので、なんか僕もそこに影響されて広島カープの試合見に行ったりとか、あとはサンフレッチェ広島のこう試合見に行ったりとか、なんかそういうことがいろいろできたのは印象深かったかなと思ってます。横浜支店の時の話なんですけど、横浜支店ってこの弊社の中でも比較的この新しい支店なので、はい、なんか立ち上げとかで結構このいらっしゃる人が多いような感じなので、なんか割とこの若くて成長したいみたいな感じのメンバーが多かったんですね。なんか他事業部とか今後でこの支店をどうしていこうとするかみたいな、なんか支店推進みたいなのを立ち上げて、なんかみんなで企画したりとか勉強会したりとか、なんかそういう意味ですごくこの向上心が強いメンバーが多かったかなっていうのは印象深いです。なるほど。なんか自分も乗せられてじゃないですけど、なんか釣られて一生懸命勉強したりとか、そういう習慣が身につきそうですね。そうですね、やっぱりなんか施策とかを何かするときに、さっき言ったようにちゃんとゴールを決めるとか、なんかこの関係者のことをこの考えてやっていくとか、そのあたりとかは試合の経験とかは一番だと思います。やっぱりこう施策みたいなところをなんかちゃんとやってみて BDCM 回すみたいなところは、なんか支店で勤務したからこそなんか今に行ってるところかなと思っていて、割とこう人事部の今のこう企画みたいな仕事も割となんかゼロベースからしっかりこう予算とかを作っていってしっかり形にしていくみたいな仕事が多かったりするんですけど、しっかりこう施策で回してみて、BDCM 回して評価をして、なんかよりこうブラッシュアップしていくみたいなところが多かったりするので、そういったところはすごく視点でしっかり責任を持ってそこの意思決定をしたからこそ今なんかできている部分ってすごくあるんじゃないかなと思ってます。地方勤務に配属になるっていうのが決まった時、言われた時っていうのはお気持ち的にはお二人はどうでしたか？私はもう、はい、行きますって言って当時の情緒がすごい悲しんでました。僕もその広島にまさか自分が行くとは思ってなかったので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。元々その兵庫のチームを自分が新卒の時に、配属をされて、そこでこう何ですかね、セールスをやってたんですけど、まあ、先輩というかその当時の上司に言われていたのは、そこを1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに、リーダーにこう上げる予定だから頑張ってほしいっていうちょっとミッションを課せられてたんですよね。で、ちょうどそのタイミングぐらいでワンオンワン組まれて、あ、いよいよ自分もリーダー昇格かと思った時にですね女子の言葉が、女子の口から出た言葉が、いや広島なんだよねって話にこうすごくびっくりしたのは覚えてたりとかします。まあ一瞬迷いましたけど、どこで働くかよりかは何をするかの方が僕は大事なキャリアかなと思ってたりしたので、なのでその場で即決したっていうようなところは覚えてたりします。確かに。でもベンチャー企業に入りたい、成長したいっていう学生さんって結構そこをやってみたいとかチャレンジしたいっていう方が多いのかななんて思いました。私がいた町の好きなところを教えていただこうかなと思います。名古屋久屋踊りっていうなんかすごい大きい通りがあるんですけど、通りの中央になんかこうショッピングモールがあったりとか、なんかご飯屋さんがあったりっていうところで、結構なんか芝生の上でなんかキャンプしてる家族がいたりとか、結構こう市民の憩いの場みたいな形で設定をされてて、そことかは結構すごく雰囲気良かったですし、なんか休日にそこでちょっと昼間からお酒飲むみたいなところとか、なんかそこはすごくおすすめかなと思ってます。すごいプライベートな話になっちゃうんですけど、はい、なんかどうやって生き抜いてたかみたいなところなんですけど、結構個人的にサウナが好きで、はいはい、名古屋支店から多分徒歩100メートルぐらいのところにウェルビー栄って結構日本でも有名なサウナが実はあって、みんなでこうちょっと疲れたら息を抜きに行ってたりみたいなところは一個リフレッシュの気になってたかなと思ってます。なんかそういうのがあってよりこう仕事頑張ろうみたいなところは行って思えたのかなと思ったりします。大阪支店でみんなで毎年遊びに行ってたところがあって、はい、それがなんかオクトーバーフェスっていう、万博公園のあたりにあるやつなんですけど、はい、なんかそこで支店全員で行って昼からビールを飲んで、はい、酔いつぶれるっていうそれがすごく楽しかったし、おすすめだなっていうふうには思ってます。ちなみに横浜もオクトーバーフェスとか、マカレンガとかでイベントとかもよくやってると思いますけど、その皆さんで行ったりとか。そうですね、横浜も結構行ってました。みんなで野毛でお
酒を飲むっていう大阪の天満とかで、うん、昼からみんなで大きい寿司を食べながらお酒飲むとかは、すごく楽しかったな辰川さんお酒飲みに行きがちなすいません皆さん今もその地方勤務時代 の、まあ、同僚だったりとか先輩たちと交流があったりとかはするんでしょうか。そうですね、僕とかだと割と出張で行った時に、うん、他の事業部のパートさんとなんかランチに行ったりとかしてなんか再会したりだとか、うん、あとは結構東京に戻ってきてみたいな子も結構いたりするので、うん、なんかこう東京で名古屋飲みするみたいなのは結構やったりします、うんうん、楽しそう、はい、他のお二人はいかがです。私も結構大阪の時に一緒だったメンバーとかがまずの子が移動して東京に来て東京でみんなで集結して飲みに行くとかはすごい最近多いなと思います、うんうん、オンライン上でのコミュニケーションとか今もあったりするんですか。コロナ禍になってからはズーム飲みみたいなことを定期的にやったりとか、何かしらその自分が支店にいた時のこう人とどこかで関わりを持つみたいなのがこの会社がすごく多いんじゃないかなと思ってたりします。なるほど。なんか今もつながりがあって良かったなって思うこととかあります。それこそさっき内田君がおっしゃっていただいたようにそのエリアに行った時になんかこうプライベートで遊べたりとか、はい、あとはなんかライフステージが変わって結婚しましたみたいな報告がたまに届いて、うん、で結婚式にちょっと参列しに行ったりとか、なんかそういう嬉しい出来事とかはたくさんありました。あとはそれこそなんか僕が移動後に結構僕のメンバーだった子がそのままリーダーに上がって実際こう支店の責任者がやってくれたりするのでなんかそこのなんか久々に再会して成長実感できたりみたいなところはすごくなんか嬉しい出来事かなと思います。確かに。はい、今回は地方勤務をテーマにした動画でしたがいかがだったでしょうか。皆さん本当にありがとうございました。はい、皆さんのお話を聞いてですねやはり地方勤務に対して、まあ、転勤というようなマイナスのイメージを持たれている方も多いかなと思ったんですけれどもすごく前向きに成長したいであったりとか今の業務に生きているって話を聞けたのですごくプラスのイメージに変わった方もいたんじゃないかななんて思います。レバレージズに入って、まあ、成長角度を高めたい方だったりとか地方勤務をしてみたいなと、まあ、興味を持っている方のぜひ参考になったら嬉しいなと思います。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますのでこちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。